やば、死に引いてる、死に引いてる、やば。はいさい、はいさい。今日はね、緊急で通話を呼んだわけですけれども、はい、なんでしょう。ルアーで魚が釣りたいんですけど。ああ、はい。なんかいつも思ったんですよ、大体一つのルアーに固執して、うん、俺は釣るねえなってパターンが多いんですよ。あ、なるほどなるほど。はい、ルアー結構バリエーションあったらいいんだよね。あ、バリエーションあった方が合わせやすい。うん、釣るルアーを導き出すみたいな。で、結構メーカーさんのとか結構ね、そういうのメーカー品とか結構国内は多分いいのいっぱいあるはずだから、いっぱいあるっすね、はい、そういうの どんなかなと思って、はい、そこで、はい、まあ、数々のルアーがあれば最高じゃないかと思って、うん、数えてみてくれ。何冊やん。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 万あるじゃないですか。ええ、待て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 、早い10万あったっす。あるけど、あるけど、今回10万円分ルアーなんと用意しております。10万円分。はい、で結構だよ、10万って。それがこちらっすね。またガンクラか。さまざまなルアーがたくさん入ってるんですよ。で、これ俺見たことない。こっちだけでも2つで1万円ぐらいいくし、ごちー、ちなみにね、はい、この数々のルアー、はい、リスナーさんから、え、今一時的にお預かりします。一時的に。はい、ほう。もしこの中にある何かで釣れたら、はい、これ10万円ぐらいの中あるんですけど、あげるよということで、はい、あ、そういうこと。で、俺が通販なら釣れるっすよ、むしろ釣れんかったら返しますよっつって、え、いいんすかみたいな、あっちもらって、はい、でもすごいっすよ。はい、普通にあげるよって言ったけど、いや、多分釣るなら 100% 釣るんで、釣れんかったら多分返すとか言いますよっつって。それ誰が言ったの。俺が言った。なんでハードル上げて身内、敵は身内にいたし。マジっすか、やりますか。はい、ちょっとじゃあこの不思議な、高価な箱に入ったこちらのルアーたちを使って、ガンクラフトのルアーを使ってやってみますか、じゃあ。はい、はい、今ね、釣り場に来ました、はい、そしてルアーがこちら。種類どんなのが入ってるのかちょっとね、あんま分かんないんだね。いわゆるビッグベイトでしょ、これは、うん、これ初めて見たっすね。すごい、ここで万超えてるからね、平気で。これで万超えてるもん。余裕で超えてるっすよ。確かに。あれも釣り高いからね、うん、高いと思う。そしてね、ガンクラのエギね、エギで、クランク水車、すごっ。未開封新品、宝の山だね、本当に。すごい嬉しい。俺は嬉しいけど、課せられた任務が任務なんだよ。大興奮。まあけど、まあ今回はダメだとしても、はい、諦めなければ返さなくて大丈夫だけど。確かに諦めないで、はい、何かしら狙っていけばね、バッチリだと思いますよ。はい、ルアーですね、種類がたくさんありますね。これがジグっすね。ジグ。エギ。で、ちっちゃいジグもありますね。で、ジョイクロのハロウィンカラーらしいです。ハロウィンカラー。で、あれはなんかウッドカラーになってますね。ぶわーっとこう来て、ジョイクロ、ジョイクロ。で、ミニジョイクロ。で、羽物、これはパチャ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 ってやってね、アピールがすごいんですよね。水面をゆっくり。うん、で、ここもエギか。エギで、クランク巻いたら沈むやつですね、うん、巻いたら沈んで、コン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 って地面の方に行くやつですね。まず最初、ツーバーは何を使うのか、うん、大きくなれば大きくなるほど、うん、まあ、多分可能性は難しいじゃないですか、うん、ちっちゃいのが不安からね。そうこちら辺とかは現実にあるんじゃないかな、うん、おー、すごい。ソルトカスタムされてるやつね。ソルトカスタム、あ、海用ってこと。そう、もともとはね、バスルアーだけど海用でも通用するよってやるで、うん、はい、ツーバーはですね、ジョイクのちっちゃいやつ、今ちっちゃいやつ、そうです。もう、いいんじゃん、これで釣れたらね、あれじゃん、これで釣りやすいんじゃん。じゃあ、こっちはまだ現実味あると思う。現に釣ったことはあるんですよ。あ、どんな感じになってる、泳ぎとか。ヤマメかしら。おーおー、動いたり、もしくはこう、アクションを釣ったり。あ、釣れそう。
リアクションが、ね、大きいのもなんかこうやってやったりする人いっぱいですよ。あ、そう。あ、今の8の字よく言う8トラップってやつ、うん、こんなので釣れたら嬉しいけどね。あ、やばいやばいやばはい、なんかすごい音しました、三三六さん。やっちゃったぜ。あの、攻めすぎた。攻めすぎた。いべ、なになに、おいおいおい、ちょ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 これ、木に引っかかってるよね。木に引っかかってるわけ。あぶ、あぶな。不幸中の幸いなのが、反対側の地面に乗ってることだね。ちょっとね、はい、調子乗ってね、転倒しすぎましたね。回収してきます。対岸まで行って、はい、行ってらっしゃい。はい、いますね、来ました。あー、ぶな。はい、今、あっち側からね、こう来たんで、よかった。早く5、6000円なくすところだった。あぶな。じゃあ回収 OK。はい、いやちょっといろいろ試したんですけどね、こっち釣れなかったですね。難しいね。うん、けど、まあまだまだありますからね、時間は。ルアーもポイントも。じゃあちょっと移動しますか。移動しましょう。はい、今別のポイントに行ってます。はい、ああいう多分流れ込みのとこいると思うんですよ。流れ込みにいるんじゃないかって。一回だけ見たんだけど、うん、投げれないんですよね。なるほど。このポイントもね、なんかいい感じなんだけどね、うん、いや勝負させてほしいな、うん、流れ込みの方ですね。こうなんか変なアクションさせたら、うん、興味も出てこないかな。2球とかいたら ね、 ね、ちょっとなんかこれっつって来そうだけどね。はい、ちょっとね、たくさん投げてたんですけどね、ちょっと日が悪いのか反応がね、なくてですね、消えたっすね。はい、まあどうせ勝負するんだったら少しね、コンディションがいい時にチャレンジしましょうね、うん、一旦、今日は負けじゃないですよ、まだ。そうそう、今日は戦略的撤退だから、はい、諦めではなくて、うん、次の延長ということで、ということで、農館です。はい、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。ジョイクロ、そしてガンクラフトさんのルアーですね、はい、あれから月日が経ってまたリベンジしに来ました。梅雨も明けた。もう梅雨明けたらね、もう沖縄県も釣りもうハイシーズンだと。ハイシーズンかなりね、釣果も上がるということで、はい、ここで釣っときたいね。ね、この中から釣れるやつで釣りたい、はい、ちょっと海こうしたんですけど、海ちょっとね、今回の風がちょっといろいろよろしくないということで、まあ、今回もまた川に来ましたね。はい、さあ、おお、やば、大うなぎ泳いでる。大うなぎ泳いでる。やば、やば、大うなぎ、でかい。龍、龍だぞこれ。龍。龍も一緒に泳いで。あれも龍じゃねえか。ね。龍。つば、ここで龍がいると俺思わんかったよ。でかいね。やば。お、ホボリングしてる。龍を狙ってみよう。この辺に来よったけど。うん、出てこない。あ、テリピア。テリピアがいますね。うわ。噴水してるからこれ。あ、流れがある。流れがめっちゃ流されてる。うなぎ死に尻尾だけ出した。うわ、でか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 。龍反応しちゃったよ。やば、でか。うわ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 。さん、これ見てほしい。死にちっちゃい。死にちっちゃいうなぎ来た。これちっちゃいうなぎ見つけてるんですよ。うん。これで食わんか。むしろこうやって食わんか。ちっちゃいうなぎ。なくなった。あ、いたいたいた。はい。滑らかに動いてるんだけど、あ、うん、うなぎ見えるっすか、ちっちゃいの。うん、画面の結構端に映ってる。うわ、やっぱ重さが足りんな、ウェイトが。エイトトラップ封じして食わんかな。エイトトラップ封じして食わんかな。ほい。おー、めっちゃ、おー近づいてるさ。食った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 。外れた。ちくしょう。見て、ケツ惜しかったんじゃん。
すごっ。うー、くよったわけやかんと。今のきついすごいね。やばもう少しだった。めっちゃいいさ。そうだからもしかしたらまた足元とかうなぎとか回ってきたらね、まだ可能性がある。あ超惜しかったんじゃんこれ。うん、めっちゃ謝ってるさ、大丈夫だよ。すごっ。チャンスだな。そうすっご可能性まだあると思います。うん、回遊待ちながら、いいね。はい、じゃちょっとここでしばらくやってみる。はい、やってみましょう。はい、いやいいね、チャンスだね。よし、三三六。今日はですね、このちっちゃいやつでいきましょうね。70かな、ジョイクロン70。70スーパーの手に流すか。流して流して流して、おい。一応テレピアも釣れるとは思う。やっぱ追いかけてくるね。なんで？ほらほら、なんかちっちゃいのが多いんだけど。多分興味だと思うです、これ。完全に。バッチリだね。か、仲間と思ってんのか。見てこれ。これよ、これ。ホバリング？ホバリングしてる。何待ってんのかな、これ。ルアー待ってんのかな。確かに。ルアー目の前にチョンってやったら食う時もある。さあ、今ここで僕はルアーチェンジですね。色を変えてますね、今。色を変えて、ちょっとチャレンジしていきたいですね。いてくれよ、ここに。うん。で、大きく動いたら逃げるんで、ゆっくりっすよ。あー、噂をしたら、ねん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 ってやって。え、いた？あ、ギリ大丈夫。めっちゃ壁見てる。虫かなんか探してんのかな？壁見てる？あ、へぇ。めっちゃ壁見てる。その立ち位置からルアだけチョン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 、ボフ。ありがとうございます。あったました。いいね。あ、この壁、この壁だね。この壁全員ますよ。あ、でもあっちにもいる。ちょっと壁出るから。はい、これ流してから。うわ、後ろについてる、後ろについてる。ほらほら、ついてる。うわ、めっちゃ見てる。うぅ、2匹いる。うぅ。うぅ、反応してない。あ、いいね、それ。そういうのいいよ。うわ、後ろについてる。離れてるけど、後ろについてる2匹。これ。いいっすね、いいっすね。さあ、中学生のり？コクったらいけるぜって。もう一応あいつにコクったらいけるぜ。うん、マジかっつって。壁際にいますよ。コクったらいけそうな子、壁際にいますよ。さあ、流れ計算してここの目の前に持ってくれるか。あ、いいっすね、いいっすね。そして後ろから、あー、あー、マジか。うやめよった。マクロとも、あビューって引っ張って、あちょっとやってみよう。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 これやばいな。さあさあ、続いてツーマン。こいった、こいった、こいった。さあ、どうだ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 。おお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 。うー、でかっ、でかっ、やばっ、やばっ。うわ、ほんとだ、ブラックバスター。なんかあれ、やばくない？あれやばい、やばいです、ツーバー。チャンスだろ、ね、お、しゃ、食った、なんか食った、やばっ。とうとうヒット、デジ分かってる。死に重い、やばい、やば、死に引いてる、死に引いてる、やばっ。